つくばエクスプレス守谷駅から水木のを通って取手市夢見のを結ぶ都市計画道路があります。甲州街道と言います。その途中には日本ファブティックや水戸納豆大里の工場、そして下高井朝市の会場があります。ここで今道路の付け替え工事が行われています。今年の3月31日に工事が終わるようです。守谷川から東側を見てみましょう。バス停の東側あたりから新しい道路が始まります。そして大里の工場前に出ます。大里の工場前では道路の補強工事が続いています。取手の大地にはあちこちにこのような地形があります。この曲がり角は大きな交通事故の多発地点でした。今回の道路の付け替えで大きな交通事故もなくなることでしょう。